では今上の方でしたので、はい、次は下の方、後からサポートの人たちですね、はい、物流の保存者、ロジスティカルコンサベイターとあるんですけど、友好的なガーディアン、まあの方が分かりやすいですかね、友好的な感じな、はいはい、ガーディアン SJ は保存者の役割を選ぶ傾向があると。保存者は彼らが責任を負う人々と財産の供給と安全性を保障することで機関を支援する役割を果たす人ですと。彼らのサポートの役割では、この保存者の人たちは SFJ の人たちですね、はいはい、支持的なことよりも情報提供的な傾向があり、情報報告書、アカウント、記録などつけときますってことですかね、議事録とか最初に提供し、最後の手段としてのみ命令を出します。管理者の場合と同様に保存者の機能を定義するための言葉があるよと。蓄積、銀行予算、収集、預金、集める、収集、収穫、保存、管理、予約、節約、在庫、保管などがあると。そういうことに興味がある人たちってことですかね、はい、で保存者としてのガーディアンは表現豊かな提供者、うん、プロバイダーと保護者、プロテクターのどちらかとして自分の責任を見守るんだと、うん、で提供者、プロバイダーは他人に生活必需品を提供し、他人に奉仕し、彼らの幸福を見守り、彼らが十分に供給され、グループの一員であることを確認することを目指しています。この外交的でパブリック、公的な役割は銀行家、恩人、まあ、役が違うのかもしれないですね、はい、あとはケータラーというのは食事関係の物品をケータリングのものかなと思いました、はいはい、あとは配布業者、金融など、ホスト、ホステス、スポンサー、パトロンなどいろんなものがあるよと。で保護者、プロテクターはそのプロバイダーの対象として、他人を世界の汚れと危険から守る任務を引き受けます、うん、この閉鎖的で私的な役割にも多くの形態があるよと。世話人、管理人、オンブツマン、保存者、管理者、保険業者、看守など、安全を必要とする人々の世話を見守るものですと、うん、お父さんとお母さんみたいですねまあ、お父さんとお母さんのイメージが人によっては違うかもしれないですね。このステレオタイプ的な、まあ、そうですね、はいはい、で実際このガーディアンを区別するものは、もう一個の SJ のやつを出してもらってもいいですか、はい、こちらですね。すべてのガーディアンはこの4つの役割をちゃんと使うことができるが、これらすべての人たちでまた差がありますっていうのがこの表ですと。お互いが共存関係でもありっていうのがあるんですけど、この他のタイプの人たちよりも、はい、この機能をこの人たちは使うのが得意だっていう話でございます、はい、うん、で凛様ですね、この催しに来てくださいやら丸々してくださいってしつこいので、要求ばかりのタイプだなって思います。そのくせ同じだけの要求は跳ねのけるのでSJ のいいところは思いつきませんルール通りの欲求だから正当だとも思ってるんでしょうかねと。まあそうじゃないですか、ルールを守ることが大切。まあそこまで厳格ではないと思うんですけどね僕の NF が発動しちゃうんですけど、はい、悪くないよってSJ 悪くないよって、うん、で SG に突っ込まれる可能性ありますよねちゃんとやってくださいよって。申し訳ございません、それは謝りますよ、はい、はい、リン様、篠宮さんから、はい、そこまでダブルスタンドをかますような SJ は MBTI 関係なく、教育が足りなかったり、ある部分では良いとは言えない家庭環境でそうなったなんてことが言えますよねと。で、まあ、思ったのは、はい、まあ自分勝手なやつでどこでもいますよね、どのタイプにも、どのタイプにも、はい、なんてことは思っちゃったりしたんですけどね、欲求が強いっていうのは、うん、どのタイプにも。僕はむしろなんかこの INTJ とかの方が
はい、なんて言うんだろう、話が通じない感じがしますけどね。まあ、話が噛み合ってないのかもしれないですよね。あ、っていうのは多分、あ、それは受け取り側として、受け取り側として、はい、というのと、あとはそのもしかこのリン様が功利主義者、はい、サイド、はい、僕はどっちかっていうと協同組合なんですよ、はい、あのみんな大事の人なので、はい、この INTJ さんに身勝手さを感じて、はい、ISTJ の方に分かるっていうのは、はい、その違いがあるのかなってちょっと思ったりしました、うんうん、要はシステムシステム言ってんじゃねえよみたいな、はい、そこまで一貫性が大事かよみたいな、はい、のを感じたりするので、はい、うっせえなおめえって。まあ、でもこっちの人も言いそうですけどね、そうなんです SJ。 まあ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 、それはシンキングの部分でもあるんですけどね、はい、はい、このルールルール言うわけじゃないですか、はい、SJ は。そうです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 、はいはい、で NT はシステムシステム、はい、で僕は、はい、お前らみんなのこと考えろよっていう身勝手さをかますので、はい、で僕は自由にやろうよってお前ちょっと考えろよって なるんですよ、はいはい、なので、はいこれはタイプなんじゃなくて、まあ、それをタイプって言いそうなんですけど僕はそれはタイプがないんじゃないって思ったりするんですけど、はい、あ、だからないものにしたいって話ですよね、多分二等兵が言ってるのは。だからそのみんな仲良くしようよ、だから、はい、まあ、そんなタイプなんでないよって言いたいわけですよ。そうですね、はい、あと今ここでこの STJ の人たちが、はい、悪者にスケープゴートにされてるわけじゃないですか、はい、僕の周りにはそういう人はいませんって、はい、いうのに対して僕はやっちゃダメって言われてるんですけど、はい、それは違うと、はい、いい人たちだと、はい、バランスなんだと、はい、っていうのをやりたがってるんですよ、はい、みんな必要なんだよって。まあみんな必要ですよ。みんな必要かどうかわかんないですけどっていう喧嘩が起こるので、はい、そういうのはやめようぜって、うん、肩組んで、まあ別に悪い人ではない、肩組んでってやってるんですよ、はい、士気を高めてさあ、リン様こういう人嫌いなんでしょうね、僕みたいなタイプも。まあそれも、はい、なんかそれを求めてない人には鬱陶しいみたいな話じゃないですか、はい、そうですよね、はい、で結局みんな自分が求めてないものは鬱陶しいんじゃないかなって、はい、っていうことなんだと思います、はい、はい、そう、 ISTJ は至ってちゃんとしてますと。ちゃんとしてる人ですよ、ガーディアン。そう、どっちかっていうと一番ちゃんとしてる人です、はいはい、で、あとまた彼らはどちらかというとその組織を守る、はい、協同組合の人たちなので、守りたい人たちですか、ね、守りたい人たちなので、はい、もしか自分の発言で、うん、あ、これちょっと場の空気が悪くなるなっていうのに目が向く人なら、はい、何も言わないと思うんですけどね、うんうん、許容範囲。まあでもルール守るためにルールが必要って人じゃないですか、はい、あと僕もちょっとお前ちょっとルールばっかり言ってんじゃなくてさって、はい、ちょっとぐらい笑顔が大事だろみんなのって、はい、みんなの笑顔のためのルールだろって、はい、でもそのためのルールなんだよって、はい、笑顔のためのルールだよって逆に返ってくるんじゃないですか。そうなんですよね、はい、難しいとこなんですよねこれが、はい、